こんにちは、トリカラチャンネルです。今回の動画はカナヘビくんたち育ち盛りのこの子らに家子を与えます。知り合いから今年生まれたカナヘビの子供を4匹譲り受けまして、新たにお迎えしたんです。まだうちに来てから間もないのですが、餌をよく食べてくれて安心しとります。自家繁殖のヨーロッパイエコオロギ、こんな風に簡単に採取できます。これはカルシウム粉末、イエコにまぶして栄養バランスを整えます。1週間に1回はカルシウムまみれのイエコを与えて、他の日は何もつけずに与えたり、ビタミン粉末を付着させて与える時もあります。さあ、ご飯ですよ。思う存分、食らいやがれこの野郎。